い、こんにちは、のりです。今回はじゃじゃん、ワイヤレスカープレイアダプター最新版です。はい、ということで、こちらワイヤレスカープレイアダプターをご紹介します。お願いします。今回ね、使用する車両なんですけど、あのこの商品は有線で Apple CarPlay がつなげれる車両に適合しているということなので、うん、ヤリスクロスちゃんをご準備いたしました。はい、このヤリスクロスちゃんはね、ノブレッセのエアロがついております。はい、ではでは早速開封から。はい、じゃあまず箱開けていきたいと思います。これね、結構ね、みっちり箱でね、ちょっとパツパツですね。パツパツなんて、パカーン、じゃじゃーん。はい、こちらが入っているものになります。まず本体ですね。うん、小型になっているかな。そうだね。で、あの前回もね、こちらのメーカーさんの商品を紹介したんですけど、その上にあった模様が横に来たみたいな感じかな。このカッティング綺麗なやつですね、うん、すごい綺麗です。はい、で、この表面テープ柔らかい。あ、いいね。うん、はい、こんな感じです。はい、で、ケーブルが2本タイプ A とタイプ C のものと、両方ともタイプ C のもの、うん、これは車種によって適合するものを使用してください。はい、で、これが説明書になります。はい、ちゃんとね、あの日本語の説明書もありますので、安心して使用することができます。はい、ね、アフターサービスもあの Amazon の方でしっかりありますので、ご購入の際はそちらにお問い合わせください。お願いします。概要欄にも記載しておきます。じゃあ早速接続していきましょう。はい、はい、じゃあまずちょっとこのフィルムを剥がしちゃいましょうね。ペロンジョリー、うーわ、美しい。おー、綺麗ですね。綺麗だね。で、これと車側タイプ A になりますので、はい、そのケーブルを使います。では接続、うん、ここですね。はい、接続しますよ。おお、なかなか早いね。早いね。これ業界最速らしくて、うん、めちゃくちゃストレスなく立ち上がるっていうのが売りです。なるほどね。で、これが Bluetooth デバイス、このねデバイス名が表記されてるから、うん、じゃあスマホの方でペアリングしていきます。このねカープレイアダプターは iPhone 専用になっておりますので、 Android は使用できません。そこはご注意ください。はい、じゃあペアリングしていきます。おお、つながったね。早い。一応ね、うん、iPhone の方でカープレイを使用しますかって出てくるから、それをはいって押したら出てくるのかな。そうですね。はい、問題なく Apple CarPlay が表示されております。はい、つながりは早いですね。うん、これは Apple CarPlay を無線で使えるものになっております。はい、で、繋がった後にもうエンジン切って出てきた状態、これがすぐまたエンジンかけた時に繋がるのか、うん、やってみたいと思います。はい、はい、じゃあエンジンかけますよ。はい、これ今赤いライトが光っております。ピンクだね。つながった。つながるとここも青く光ると。わかりやすい。うん、じゃあめっちゃ速いね。普通やったら、まあ入ってエンジンかけて iPhone をケーブルにつないで、でしばらくしてからこの画面なのに、うん、もう今な、ちょっとシートベルトしてる前にもうついてるわけや。すごいね。これは便利ですね。めっちゃいいと思う。うん、で、今ね、マップとか、まあ音楽アプリとかね、入ってるわけなんですけど、対応しているアプリは追加でスマホの方で入れたら、ここに追加されるようになるんで、うん、欲しいアプリは後から使えるようになると。そうだね。まあ画像が映るようなアプリは、ちょっとこれでは使えないんですけど、YouTube とか、Yahoo 電気とかね。そうだね。
でも問題なく音楽とかマップとかは使えるから、うん、シンプルに、まあ、ナビの代わりとしていつもApple CarPlay使ってる方とかにはすごくいいと思います、うん、やっぱこうコードに縛られないっていうのはすごく便利だよね、うん、何より立ち上がりも早いし、うん、しかもこの本体にスマートボタンっていうのがついとって、うん、これを押すと今つながっているスマホとすぐに接続解除できるのね。おお。だから違う人のスマホを使いたい時にも超便利。うん。だけなんだろうな、例えばだけどファミリーカーとか営業所とか、うんうん、そういうのとかもすごく便利だよね。これがあるとみんながナビも自分の好きな音楽も聴けるようになる。あ、そうだね、営業所とかに1個あるとすごい便利かもしれないね、うん、しかもねこれね10秒間長押しして話すと工場の出荷状態、本当に初期の状態に戻るから、うん、接続の履歴が残っとるみたいなこともない。複数の人が乗る車だったりして他の人もつなげたいっていう場合には、うん、履歴をわざわざなんか設定開いて何してっていうめんどくさいのがなく、うん、そこのボタン一つで消せるっていうのは便利だよね。便利ですね、うん、でこういったこのシンプルな機能、無線 Apple CarPlay にできる製品になるので値段もねすごくお手頃なんですよ。はい、カープレイ AI ボックスとかだと値段結構するじゃないですか、うん、けどこれだと1万円内で買えちゃうっていうね。そうだね、セールとかの時に買えばもっと安いんじゃない。うん、やっぱりそんなに機能はいらないんだけどっていう方には、うん、このくらいの値段でお手頃に無線を使えるっていうのは魅力的だと思うね。うん、結構需要高いんじゃないですか。はい、はい、じゃあちょっとあのムブレセ本社の方にやってまいりました。はい、ここから Google マップを実際に使って遅延がないのか、うん、通信が安定してるのかっていうのをチェックしていきたいと思います。はい、どこ行きますか、あやさん。まあこっからだと、まあ、カインズホームとかどうですかね。カインズ行きましょう。検索、早いね、早いね、うん、じゃあここですね。はい、開始、南西に進みます。おいつもだったらこっちのね道を行くんですけど、うん、この案内されてるこっちの道を行くと、うん、高速の下を走ることになると結構こうGPS が狂ったりする。そうだからその辺も見てみたかったんで、ちょっとこっちの案内の道行ってみましょうか。わかりました。早速混んでる道に行きますけどね。はい、じゃあ出発出発。さてさて、問題なくたどり着けるかな。これね、まあ、例えば有線であっても Google マップって結構ね精度的にはちょっとね低い時もあるので。左折して常滑街道に向かいます。続いて東庄司を左方向です。案内はねしっかり言ってくれますね。言ってくれますね。左折していきます。東庄司を左折して常滑街道に入ります。続いて折戸を右方向です。こっから高速の下に入るわけや。さあここがねどうなるかってところだよね。うん、折戸を右折して名四国道に入ります。豊橋の表示。そう、発音の方が、ね、イントネーションが面白いですね問題ありですけど、ちょっともちろん Google マップじゃなくても Apple CarPlay に入っているマップとか、うん、Waze、 あー Waze Waze じゃないあれ、ああいうのも使えます。そうだね、ヤフーカーナビとかも使います。はい、自分の好きなアプリをね使うことができるっていうのは結構利点。そうだね、左から2番目の車線を使用して名四国道をそのまま進みます。今のところ問題はない感じになりますね。そうだね、結構本当遅延なく、うん、この地点が過ぎればすぐに次の案内してくれるって感じがする。そうだね、うん、全然有線と遜色なく使えてますね。しかもシンゴルタマ撮ってもさ、矢印の方向が変だったりとかなかったね。そうだね、うん、よく迷子になるんだけど、それはなかったですね。大高インターチェンジを出ます、ね、じゃあこれを出ますよ、はい、およそ 500m 先、大高インター北を右方向です。高速間違えて乗っとるみたいな認識もせんしね。そうだね、今のところ問題なくですね、本当に、はい、無事たどり着けるんでしょうか。この辺近くになってくるとね、ちょっと別の問題が出てくるんですけどねないからもう
ちょっと前回あるんだよね、カインズ行くまでのね。そうなんです、目の前にして迷子になるからね。はい、その道具がどれか皆さん探してみてください。全然関係ない動画で迷子になっておるんでね、ちょっとね、スープから乗ってるやつね。分かったらコメントぜひお願いします。はい、右方向です。続いて左方向です。カインズが目前に見えてきましたよ。はい、見えてきましたね。右方向です。続いて左方向です。よいしょと。はい、着きました。カインズです。はい、表示もね、こんな感じにちゃんとまだついてないの。そうだね、これよくあるあるだよね。そうだね、うん、とかあの近くになったら終わっちゃうとかもあるんですけど、うん、無事ね、こんだけちゃんと表示してロスもなくできましたね。はい、こちらの製品気になる方は概要欄にリンク貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。お楽しみに。